下からも、下からはいけないのか。これ多分。下から行くと見せかけて、あれ？そうだね。でも上でスプリングボールをする必要があるんだ、これは。なんつってこう。スプリングボールがないと多分、ダメなのかな。ん？おう。あ？これ、本当にスプリングボールないとダメなやつだな。ドア。スプリングボールもね、なんで取れたかっていうと、なんか掘削する敵みたいなのを、最初出会った時にね、倒しちゃってて、あいつを倒さずに、パワーボムで、壁だけ破壊すると、そいつがね、ずっと掘削してくれるっていう、そういうことだったんだよね。そういうのもさ、編集してる段階で、こいつもしかしてみたいな、そういうのがあって、プレイしてるときは気づかないんだけどさ、でもなんか編集してると気づくことってあるんだよね。それがね、なんか、実況動画ってそういうものなのかもしれないなっていう気がした。実況動画にか、あ、限らずね。人のプレイ見てても多分そういう風に思うことっていっぱいあると思うんだよね。実況動画なんて特にそういう風に思う人多いんじゃないかなって思う。なんでそんなのに気づかないのっていう。プレイしてる人っていっぱいいると思うんだけど、実のところはそういうね、ことがたくさんある。あ？と思う。おう。スプリングボール様々だな。スプリングボール取ってなかったらここら辺のアイテム全然取れてなかったな、これ。あ？窓奥あんのかもしかして。いや、さすがにないだろ。これは、ただの、なんか罠というか、見せかけ、な気がする。行くとこないもんね、だって。行けないでしょ？うん。よし。いや、強っ。この人スクリューだったら一発かな。いや、強っ。いや、スクリューどんだけ、スクリューどんだけ強いんだよ。最強クラスの攻撃力だな。このスクリューで倒すボスも出てくるんだろうか。ん？危な。危ねえ。え？え？ここに出てきちゃうの？嘘だ、マジか。まだ穴抜けのところ、全部ちゃんと見てないからな。あれっていうか、ボスは？ボス下にいるんだよね。どうやって行くんだろう。ダメだ。虫食いを埋めたところで何にもなかった。やばいやばいやばい。あ、そうか、ここ下だ。忘れてた。よかったー、来て。完全に忘れてた。わー。ドーン。やっぱ一旦行くことも大事だな。もう完全に忘れてたもんな、今。セーブポイントでしょ。よし。ライフ結構減ってんだよな。ライフ回復する手段が欲しいな。やば！入っちゃった。ちょっと待ってくれ。まだ右に何かあるかもしれないじゃないか。さあ。ドラゴンっぽいやつ。と戦うことになるんだろう、きっと。入って出て。
スプリングボールってでもどうなんだろう、取ってなくてもいい感じではあるとは思ってるんだよな。スプリングがないと倒すのも大変ですみたいにはしてこない気がしてて、こいつは？こいつ鉄器じゃないのか。さすがにね、ちょっと、まあでもここまでやってる人ならスプリングボールも取れるか。こっちにエネルギータンクが欲しいです。うわー違う。ここでパワーボム。次のボスもしかしてパワーボム使うのかな。そしたら結構使っちゃったぞ。まあいいでしょう。さっきセーブポイントもあったし。ここで打ちひし、え？いや結構遠いな。まだまだあるぞ、これは。お、出たよ。もう一個一個見たいね、そしたらね。隠しなんて山ほどありそうだ、こんな。あ、間違えた。もったいな。普通のミサイル5発無駄にした。あ、そんな弾き方すんの？え？さらに強いやついんの？は、え？は？嘘？どうすんの？え？ X-ray。 違う。これ、これ、これは？おらおらおら、おらおらおら、違う。どっかに弾けって言ってんのか、これは。もしかして。え？おお。どうすんの、これ。え？蹴りを入れてくる。なんだ？このタイミングだ、多分。今今、あれ？よしよしよし。ライダーキックしてきたら、いやでもわかんないよ、そんなの。来た。ライダーキックしてきたらチャンス。痛い。ちょっと。OK。OK。いや、大変。めちゃくちゃ大変、こんなん。よし。そう。よし。よし。いいね。適切な距離を取れば、ほぼ確実にやってくるな。ここぐらい。全然しかし倒せないんだよ。これさ、相手がさ、何してやってくるタイミングでさ、自分もさ、スクリーンアタックするじゃん。そしたら倒せるじゃん。可能性はある。そういう。ほら、やってみなさい。ちょっと。なんでよ、なんで、ちょっと待って、やられちゃう、こんなの。よし、来た。おし、倒した。よし、パターン入った。お、パターン入った。来た来た来た。来た来た来た。おら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 。よっしゃー。ようやく倒した。よかった。めちゃくちゃ強かったな。マジで、意味わかんなかったんだけど。強すぎて。あ。回復できる。うわあ、一個ずつか。きついな。あの、5体いっぺんに来てくれた方がありがたい。うわあ、もう着々とボスゾーンだな。いや、これこのまま行ってもライフが足りない可能性があるぞ。一旦帰るまであるな、これ。どうしよう。いやー、
ちょっとこれはチキった方がいいかもしんないな。どうしよう、チキろう。またあいつらと戦うのはちょっと骨が折れる。行動パターンよくわかんないし。